はい、えー、こちらね、あの、僕がいつもね、行っている、あのー、3つで100円のね、まあ、その時その時によったら置いてるものが違うんですけど、まあ、3つで100円の、あのー、まあ、古本屋さんなんですけどね、ちょっとその店頭にこういう商品とかも、あの、置いてて、まあ、あの僕がたまに覗きに行くんですけどね、これ良かったのが、まあ、これもね、あのー、お店さんのサービスなんですけど、これね、 一つこれ100円なんですけど、これ3つで100円じゃなくて1つが100円なんですけどね、これ新品未開封なんですよ。ほら、これね、あの、多くファンとかで見てください。これね、両方とも、あの、新品未開封です、これ。これなんかあれなんですね、あの、調べたらね、あの、映画のね、あの、入った時の、あの、映画入場特許のね、あの、商品みたいですね。 で、こちらの商品ね、僕は、え100円で1つずつ買って200円で買ったんですけど、多くファンを見るとね、平均これは1つが500円以上。これね、この商品500円以上なんですけど、平均の方で、えぇ、600円、700円、800円。で、980円。最高で、あの、2000円出してる人もいるんですよ。こちらね、100円は絶対お得です。あの、ありえないですね。もうこれあの、ほら、もう、 お店さんのサービスですあ。ごめんなさい、サービスです。これね、またね、あのちょっと場所とかは言えないんですけどねあの、お店さんにね、迷惑がかかるのと、お店さんも多分ね、サービスでこの商品を出しているだけであって、もう次行ってもこれないと思うんですよ。もう、ね、夏休みだしねあ、いいやっていうような,なあの、そういう感じで売ってくださっているので、それをね、僕、毎回言ってるんですけど、もし僕がそのお店を行って、あのこのね、 あの、100円でこのワンピースフィルムのこのね、海賊の宝袋、うわ、これ欲しいってなった人が言ったらね、台のに、いや、YouTube で見ましたよって言ったら迷惑かかっちゃうので、お店のね、名前を伏せさせていただきます。多分ね、あの、南馬周辺に住んでる人にね、聞いていただいたら、ああ、あの店やねって教えてもらえると思います。 こちらね、絶対お得です。あのー、いつもはいつもね、こういうね、お得な商品があるわけではないんですけど、たまにふらーっと言ったらねあの、いい商品があるんで、また、あのー、僕はね、あのたまに覗いて、覗きに行ってます。またね、こういうね、あの安い商品とか面白い商品があればね、 どんどん、どんどん、あの、商品の紹介をしていきたいと思います。あの、こんな値段で売ってたんですよ、とかね。まあ、あのー、場所は特定は言えないんですけど、まあ、あの、こんな内容のも売ってましたよ、とかね。そういうことを紹介していきたいと思いますので、あの、探してみてください。またね、僕のね、内容がいいと思った方、ぜひチャンネル登録お願いいたします。